森って一瞬じゃ作れないものだと思うんです。壊すのは一瞬なんですけど、心の底から自分が残したいものに命をかけてみようというか、日本の森は本当に面積が広いので、多くの人と一緒に支えていって次の世代に引き継いでいきたいです。